翌日、放課後。一人部室で待ってみたものの、先輩がやってくる気配はない。狭い部屋の中に息苦しいほどの静寂が詰まっていて、外に降る雨の音が異様なほどに大きく聞こえる。部室の窓からは灰色の空が覗いていた。先輩が部活に来ないなんて初めての事態だった。いや、この文芸部は非常にのんびりした部活で、もはや部活動より放課後の溜まり場と言った方が正しいのだが、それだけに先輩のことが気になってしまう。今のところ、春也くん以外に二人しかいないんだけど、他にもいるのかな？学校には来ているのだろうか。先輩のことが不安になるものの、どう動けば良いかはわからない。体は大丈夫なんですか？なんて聞くにしても、本人が何もなかったかのように振る舞うので、僕はそれ以上身動きできない。左腕が、あれ取れたの？もどかしさが募って苛立ちに変わってくる。頭に浮かぶのは先輩のことばかりだ。それからあの不意に目に入った影のことも。地面から飛び出して、おそらく先輩の手首から先を食いちぎって消えたあの影だ。やっぱ、そうなんだ。あれは何だったんだろう。どうして先輩はあれの存在を無理にでも隠し通そうとするのだろう。しらばっくれるのだろうか。それとも、ハルヤ君をなんか、騙してる？ドッキリに仕掛けてる？僕の頭はそのまま記憶をたどって全国連続殺人事件を引っ張り出す。今日のニュースで再び犠牲者は数を一人増やしていた。あ、絡んでくるんだ、それが。多分。自然僕の頭の中で二つの事件が結びつく。全国で人を襲っているのは殺人犯などではなく、あの影なんじゃないか？それなら犯人の足取りがつかめないことや、全国に犯行が分布している理由も説明できる。できるか？説明できるのだが、そんなことあり得るだろうか？そもそもあの影は何だったんだろう？本当にあの場にいたのだろうか？あの影が僕の見間違いで先輩の言っていたことも本当で、本当にただあのタイミングで転んでしまっただけというのは？わからない。どんな想像も推測も空をつかむようだ。ただ一つわかっているのは、僕たちが今なんだか危険で怪しくて不可解な状況にあるということだけだ。それは続いているのか？このまま考えていてもしょうがないので、僕は部室を立つことにする。今何時頃かとポケットからスマホを出したが、先輩からの連絡はなかった。曇天の下を歩んでいると、何かが僕の首筋を這い上がった。その感覚に思わず声を上げそうになるが、寸前のところでこらえた。虫か何かだろうか。うなじを手で払おうとするが、その感覚は抜けない。首筋がどこか濡れている。すると今度は、そのゾワゾワしたものが耳元にまで登ってきた。今宵、雨が降る。ゾワリとした。まるで地底から響いてくるような声が僕の鼓膜を震わせた。異の国。何時が住まいの戸口にて、待たれたし。耳元で何かがパチンと弾けた。恐る恐る手をやってみると指先が濡れている。今のは何だったんだ？僕は急に恐ろしくてたまらなくなる。知ってはいけないもの？聞いてはならないものに触れられてしまった気がする。どうして立て続けにこんな目に遭うのだろう？わけがわからない。怪がね、立て続けに。ただ一つだけ言えることは、何か超常的なものが今この街に出没していて、それは僕と関わりを持とうとしているらしいということだった。直接コンタクト取ってきたからね。僕は何かに巻き込まれたらしかった。そして昨日先輩が襲われたことも、その何かの一部に違いなかった。呼びつけられた不穏さを胸に抱えながら、僕は重い足取りで歩むのだった。今宵、
雨が降る。外ではしとしとと雨が降っている。昼間にあの声の囁いた通りだ。伊の国、何時が住まいの戸口にて待たれたし。伊の国、調べてみるとそれは夜の10時から12時までとのことだった。それで今僕は玄関に腰掛け、刻一刻と迫る10時を待ち受けている。実質の電気は消してきたし、両親はすでに床についている。家の中は隅から隅まで真っ暗だ。そんな中僕は時刻を表示するスマートフォンの明かりに照らされつつ、背を丸めて緊張に耐えている。緊張のせいか手足が冷たい。喉の奥がキュッと締まっている。正直じっとしているより外を走り回りでもした方がよほど気が紛れると思う。外は雨が降っている。僕は傘を持っていくことにした。手に何かを握っていると、幾分気分が楽になる。22時。嫌だな。見つめていた携帯をポケットに突っ込んで、僕は立ち上がる。傘を手に取り、極力音がしないよう細心の注意を払いながら玄関の鍵を開ける。ややかな雨の空気が開いたドアの隙間から流れ込んでくる。玄関もそのすぐ外も真っ暗だ。僕は傘を開いて外に一歩踏み出し、ゆっくりと戸を閉めた。こんな時間に、それも雨の降っている時に外へ出るなんて初めてだった。家の近くの街灯が濡れた路面に光をにじませている。間違った時間に間違った場所に立っているような居心地悪さだ。ふっと先輩が家の前を通りがかってくれないかな、なんて思った。そうしたら僕はだいぶ心が落ち着くと思う。さすがにありえないけど、先輩ならあながちやりかねないかもしれない。それにこういう空気も先輩には不思議と似合う気がする。真っ暗な空を眺めつつ、そんなことを考えていた僕だったが、ふと目線を下ろしてみて、全身にぞわりと波が走った。何かが地面から現れ、浮上してきていた。僕が足で立っているのと一続きの地面から、それはまるで水面から顔を出すかのように少しずつ浮かび上がってくる。目の錯覚みたいで気持ちが悪い。当たり前だと思っていたものが揺さぶられているようで不安になってくる。魚、サメだ。なんかクトゥルフ神話的なものを感じるね。いや、モルサメじゃん。浮かび上がってきたそれは巨大なサメだった。しかし、ただのサメと全く違うのは、浮上するうちに見えてきた人間の巨大な歯茎だった。歯茎。魚の口に人間の歯が並び、その奥に舌が鎮座している。失礼さえ難なく噛み切り潰せてしまいそうな代物だ。歯列は隙間なく生え揃い、前歯の一本さえ僕が手を広げたのと同じぐらいに大きい。そんなに怪物、化け物。僕の全身は固まってしまっていた。単純で純粋な恐怖を感じた。命の危険を感じたとき、人の体はこんなに血の気が引くのだと思った。僕が目の前の怪物に釘付けになっていると、それはおもむろに口を開いた。極限通り、感謝する。感謝されちゃった。それが口を開くと、体の芯が震えるような重い声が発された。喋れることも意外だったが、その声は人にあらざる者が人の声を真似て、真似しきれていないような不気味な響きをはらんでいた。わしは、ウヨウ、深江村、サメのワニ。あ、ワニね。ウヨウ。名を名乗ったのだろうが、一回では聞き取ることができなかった。いや、何回でも聞き取れないな、これ。混乱している僕をよそに、ウヨウは続ける。その方、名は何と申すか。ウヨウさん、あったね。僕の名前、ですか。名乗っちゃいけない気がするな。さよう。下地春也です、あっさり。下地春也、下地殿。あ、はい。
今宵その方の元を訪ねたのは他でもない、その方に頼みあってのこと。頼みですか？さよう。時に前日その方は一人の女と共に花畑にいたようだが、あやつの名は何と申すか。僕は迷う。ウヨは先輩のことを言っている。ここで先輩の名を口に出してもいいのだろうか。心配には及ばない。しかしウヨは僕の葛藤を察したかのように付け足した。わしとあやつは窮地の中だ。え、先輩も こういう感じなの？ただあやつがここで何と名乗っているか知りたい。本名を知られてはいけないんじゃないかこれ。そのたった一言が僕には飲み込めなかった。この怪物と先輩が知り合いで、ここでというのは。そして先輩には赤羽雪乃という名前の他に何か別の名前があるということか。思うところは多々あるだろう。それについてはおいおい話す。そのためにはまずはわしがあやつを何と呼べばいいか教えてはくれまいか。あやつでいいんじゃない？わずかに誤調が和らいだ気がする。僕はひとまず相手の言うことに従うことにした。そもそもこんな相手にのっけから逆らえるほど僕は強胆な人間じゃない。赤羽雪乃です。先輩の名前はいいの？赤羽雪乃。なるほど。ウヨは何度かその名前を口に出して一人うなずいた。赤羽雪乃とは長い付き合いなのか？いや、今年の春からです。ずいぶん仲が良いようだ。どうなんでしょう。そうかもしれないですけど。曖昧な言い方だな。それは赤羽雪乃の振る舞いがそなたにこうも言葉を濁させるのか？それもないとは言い切れませんが。おう、なかなか煮え切らん関係のようだ。これはもしかしなくてもプライベートを詮索されているのか？僕とて多少はムッとするけれど、怪物相手にムッとするぐらい落ち着いてきた。しかし相手が相手なだけに言い返せない。情けない。そなたの目に赤羽雪乃はどのような人間だと映っている？一言で言えば変人、破天荒な人です。日頃元気が有り余っていて、やたら他人と距離を詰めようとする。誰でもいいってわけじゃないんじゃない？そうですね、なんだか他人と触れ合うことに飢えてるみたいな、そういう人ですかね。そうか、そうか、そうか。奴の目には未だ人間が物珍しく映るのかもしれない。人間じゃないみたいに言った。というと？問題に入ろう。空気が引き締まる。先に言っておこう。赤羽雪乃は人間ではない。はい。やつもわしもこの世に生きるものではない。異界よりこの世界を訪れた、いわば異邦の民である。我々はあやかしである。人にあらず、金獣にあらず、しかし花にも魚にもあらず。我々はこの世界の断りを外れた存在である。台本を読み上げるように淡々と右陽はそう述べた。もちろん僕の理解が追いつくわけはない。あやかし？先輩は人間ではなくてこんな化けザメと同類だというのか？まあ、そんな感じはしてたけどね。無論人間であるそなたにはにわかには信じがたいことだろう。しかしこうしてわしがそなたの前にいることは、わしの話がまやかしでない何よりの動作になるであろう。それはウヨの言う通りだった。しかしそれでも容易には受け入れがたい。すなわち赤羽雪乃がそなたと距離を詰めたがるのは、身近にいる人間という衣類をより詳細に観察したいからではないか。そしておそらくそうした態度は他の人間からは卑怯と捉えられ、また警戒もされていることだろう。少なくとも先輩の立ち位置に対する右往の推測はほとんど正解と言ってよかった。確かに。
そして右陽の言うことには、先輩が人ではないということが思いのほか僕と先輩の関係に影を落としているのかもしれなかった。そう言われても、正直僕にはよくわかりません。本当に何もわからないんですよ。何がどうなっているのか。無理もなかろう。しかし話は進めねばならない。事態は一刻を争う。そして今宵の雨はやがて降りやまんとしている。右陽の言う通り、雨はパラパラとその勢いを減じてきていた。雨が降っている間でなければ右陽は活動できないのだろうか。単刀直入に言おう。わしは今、主から重大な命を受けてここにいる。その命とは、赤羽幸乃を殺してでも連れ帰ること。殺してでも？え、どうして？仲間じゃないんですか？この国では近頃、ある殺人事件が世間を賑わせているようだな。それには覚えがある。全国連続殺人事件。僕が先輩と紫陽花に出かける前、話題に出したあの事件だ。それがどうしたんですか？いや、まさか先輩が？その通りだ。有無を言わさず、右陽はうなずいた。その様に僕は二の句が告げなくなる。だって、どうしてそんなことをしなくちゃならないんですか？先輩が。いいか。我々がここで活動するには、そのための活力がいる。そなたたちが水に潜るとき、胸に溜め込む空気のようなものだ。もはや、赤羽幸乃には、そのための活力が残されていない。本来ならば、奴はすでに我々の世界へ帰らねばならぬはずだが、しかし奴は堅くなに帰還を拒んでいる。え、なんか摂取し続けているからいられるの？陸には上がりたくはないが、息は今まさに切れんとしている。そういう時、一体何が行われるか。息継ぎですか？さよう。奴は人を襲ってくらい、ここで生きるための活力としている。応募も、甚だしくはないか。先輩が人を襲って、食い殺している？ありえない。そんなはずはない。赤羽幸乃は今、この世に害を及ぼし、仇をなしている。このような、邪智、暴虐極まる所業、断じて許すわけにはいかぬ。なんか悪者がこういうこと言うと、ちょっとあんま説得力ない気が。それゆえ、我々は、領海の秩序安寧を保つべく、雪乃を征伐せんとしている。待ってください。その証拠はあるんですか？先輩が人を殺してるっていう。その目に、これと見せられるのが口惜しくはあるが、しかし以前、花畑にて、わしが雪乃の手を食いちぎるところを、そなたに見せてやったはずだ。あの時だ。あれは右陽が計算づくでやっていたのか？その夜、また犠牲者が一人増えた。あれは雪乃が体力を回復すべくやったことだ。考えてもみよ。この国を横断してあちこち殺して回り、それでいて何の足もつかぬとは、とても人の身には余る技だ。そうであろう。いや、そこまで説得力ないな。それは、そうですけど、え？近頃は奴も消耗が激しくなってきたようだ。疲れた様子など見せてはいないか？何もかも右陽の言う通りだ。そのことに絶句する。納得する自分と認めたくない自分がいる。ゆえに、わしは赤羽幸乃の討伐の任務を担い、元の世界から派遣されてきた。そこで、そなたに頼みがある。そなた、赤羽幸乃をおびき出してはくれまいか。僕が、協力しろって言うんですか？さよう。指定した時刻に指定した場所へ赤羽幸乃を連れてきてもらいたい。奴はそなたを信用している。そなたの誘いとあらば、さほど警戒もせんだろう。でもそれって。雨が止む。右陽が空を見上げてつぶやいた。わしは行かねばならぬ。そんな、一方的すぎませんか？このことは他言無用で頼むぞ。あらかじめ伝えておくが、わしはよく鼻が利く。
そしてわしは、不義の匂いが好きではない。言えば即座にバレるということか。警告というより脅しに近い。翌夜、雨が降る。その時、そなたの返事を聞こう。それまで十分に検討を重ねていただきたい。わざとらしく口を大きく開けて、ウヨはそう言った。嫌でも威圧感あふれる航空が目に飛び込んでくる。そなたの人道的な判断と返答を期待している。そう言い残して、サメの怪物は地中深くへと潜り込んでいった。雨はすでに止んでいた。僕はしばらく玄関の前で立ち尽くしていた。ドアを開き、重い体を引きずって暗い自室のベッドまで持ってきた。布団に体を投げ出すと、どっと力が抜けていった。頭の中がぐるぐると回っている。ほとんど嘘としか思えない。未だに現実感がないけれど、本当に僕は明日の夜までに、ウヨの問いへ答えを出さなくてはならないのか？明日が来なければいいと思った。僕は目を閉じて、どうしようもない考え事を頭の中から必死に追い払った。暗闇で満ちていく頭の中。先輩の姿が最後に残っていた。それだけはどうやっても消えなかった。翌日放課後、部室の机にカバンを放り出すとそのまま顔を突っ伏せた。僕にはいつも通り学校があったけれど、集中なんかできるはずがない。どうにか放課後までやり過ごしといったところだ。翌夜雨が降る。その時、そなたの返事を聞こう。それまで十分に検討を重ねてもらいたい。ずっと考えていた。だけれど、答えは出ていない。昨夜から例の殺人事件は、犠牲者を二人増やしていた。もしかしたら、ウヨウの言うことは決してデタラメではないのかもしれない。それでも僕は先輩を裏切れない。先輩が人間じゃないとか、夜な夜な人を襲っているらしいとか、真偽不明とはいえ、未だに受け止めきれないぐらいにショックだった。とにかく先輩と話がしたかったけれど、あれから先輩と顔を合わせてはいない。そもそもウヨウが雨の中から僕のことを睨んでいる。もちろんウヨウが怖くないと言えば嘘になる。いや、めっちゃ怖いでしょ。今もウヨウの巨大な歯茎が脳裏にちらついている。その光景に僕は恐怖と自分の無力とを感じている。悔しい。どうしても怖い。絶対協力なんかしないつもりだけど、それで自分の身がどうなるのかを考えると、僕はどうしてもひよってしまう。混沌としている。閉塞している。僕はどうするべきなんだろう。お、下地君が死んでる。突然響いたドアの音と、後に続いた久しい声に僕は思わず振り向いた。部長だ。お疲れ。お疲れ様です。部長、なんか久しぶりですね。そうだね。元気してた？なんか知ってるかもね、この人。ええ、まあ。嘘をしちゃいって顔色してる。部長、相変わらず、ひょうひょうとしている。今日、なんか用事ですか？用事なんですよ。本を回収しときたかった。文芸部室の隅っこには本棚が設置されている。そこには歴代の武士が所蔵されていたり、部員の持ち込んできた本が並べられて誰でも自由に読めるようになっている。今日は下地くんのソロ？そうですね。先輩はまだ来てないです。珍しい。いつも真っ先にここ来んのに。なんか用事あんのかね？さあ。でも昨日は学校休んでたみたいですよ。あ、教典同地、あの健康優良児がね、永久期間搭載してるんじゃなかったのか。そんなに？まあ先輩はいつも元気ですけど。元気ってもんじゃないよね。尊敬に値するよ。あれはまるで。ふと部長は本棚を漁る手を止めた。しばらく首をかしげて天井を仰いでいたが、やがて僕に顔を向けて言った。
墓穴品の死因の8割は自ら墓穴を掘ることにある。え、完全にヤブヘビでしたね。墓穴をつついてヘビを出してしまった。混ざってます、混ざってます。うん、と先輩はうなずいた。それからまた本棚を整理し始めた。何にうなずいたのかいまいち測りかねたが、ふと気になることがあって僕は先輩の横顔に尋ねた。そういえば部長とか雪の先輩の作品も武士に載ってるんですよね。近畿です。はい。部室で武士を読むのは禁止されています。これは文芸部員に相互に精神的安寧を保つための条約です。それによって救われる命があります。読まれたくないの？例えば部長とかですか？例えば部長とかです。なるほど。ならばあえて今触れることはしないでおこう。下地君も覚悟しておくことだね。武士は万人に平等である。残酷なことにね。なるほど。部長は本を数冊カバンに突っ込むと立ち上がって背伸びをした。帰るんですか？はい。用事は済んだので。お疲れ様でした。僕が呼び止めるとドアに向かっていた先輩が振り向いた。もっと重要なことを聞きたいよね。こんなことをいきなり尋ねるのは変だろうかと思ったが、もう声に出してしまった以上、後には引けなかった。部長は雪乃先輩がどうして文芸部に入ったのか知ってますか？存ぜぬ。あ、存ぜぬですか。部長の答えに驚いた。ワードチョイスもさることながら、部長が先輩のことをあまり知らないらしいのが意外だった。知ってると思ったの？僕の脳内を見透かしたかのように部長が尋ねた。メガネの奥に覗く瞳は相変わらず感情が読めない。部長って去年一年雪の先輩と過ごしてきたわけじゃないですか。だからそれぐらい知ってるのかと思って。部長は僕の言葉に前髪をかき上げてため息をついた。しばらく言うか言うまいか瞬中しているようだったが、どうやら答えることに決めたらしい。お。私はそういうの興味がない。興味がないことにしている。え？誰かに興味があるって、つまりその人と関わりたいってことだろ？私はもうそういうのに疲れた。勝負を降りたんだよ。儲けは少ないが損失もない。何かをかけるなんてしたくない。知らなかった。この人は、少なからず僕に似ている。バネちゃんはすごいね。チップが無尽蔵に湧いて出てくる。負けが込んでもいずれ穴が埋まる。多分そうしていずれは豊かになっていく。尊敬に値するってのはそういうことだ。部長の言いたいことはわかる。でもそれは本当だろうか。ごめん、もしかして私ずっと変なこと言ってる？本当に先輩は部長が評しているような無敵の人なんだろうか。いずれ埋まるにしても穴は穴なんじゃないのか。痛みが消えるだけで傷は傷なんじゃないのか。私は行くよ。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。ドアに手をかけた部長だったが、ふと思い出したように振り返った。武士、見てみたら？バネちゃんが何か書いていた気もする。武士、思わぬ言葉に驚きながらも僕は返した。武士の話は禁忌なんじゃないでしたっけ？私に害が及ばない限りはいいの。独裁者だ。自由と権利を認めてるだけ。どうせ今日はもう行くし。じゃあね。そして部長は去っていった。僕は一人残された。部長が去ってすぐ僕は本棚から物資を取り出した。目次を見ると先輩の名前がいくつか載っている。一つずつ作品に当たっていくとこんな文章を見つけた。窓一年赤羽雪乃。私は本が好きです。特に小説が好きです。そして私は窓の外を眺めるのが好きです。誰であろうと人生は一度きりです。そして誰も自分の人生の外へ出ることは叶いません。
時々人生とは虫かごみたいなものではないかと私は思います。虫かご？人は皆虫かごの中に閉じ込められていて、外の世界に出ることも叶わぬまま、カゴの中に自分の一部を積み重ねていくしかないのではないかと。しかし、この世界には本があります。本に書かれているのは少なからず誰かの人生の一部です。本は小さな外の世界です。それはいわば人間の部屋に備えられた窓のようなものです。窓からは外の景色が見えます。この虫かごに出口はありませんが、でも窓はたくさん開いています。私は窓の外を眺めるのが好きです。今も文芸部の部室から窓の外を眺めています。なんだかしばらくぼーっとしていた。気を取り直して僕は先輩のことを思い浮かべる。先輩が元の世界でどんな暮らしをしていたのか。どうしてこの世界にやってきたのか。もう怪物前提なんだな。そんなことを想像していた。不意に僕は驚いて振り向く。人の声にドアを振り返るのは本日二度目だ。そしてそこにいたのは、お疲れ様、春也くん。来た。先輩だった。先輩はふらふらと歩いてきて、いつもの席に腰をかけた。明らかに顔色が悪い。一方僕は慌てて物資を棚に戻した。本来、文芸部で物資を読むのは悪いことではないと思うのだけど。あ、あるやくん、近畿だよそれ。ああ、部長もそう言ってましたよ、近畿だって。部長、今日ここに来たの？はい、本の回収に。ええ、そうか、会いたかったな。先輩は頬杖をついたまま気だるげに行った。疲れは取れていないのだろうか。武士、別に読んでてよかったのに。先輩には近畿じゃないんですか？うん、あんまりそういうの気にならないみたい。先輩はそう言っていたけれど、僕は読みたいところは読んだので、再び取り出すことはしなかった。僕もまた元の席に着く。体調大丈夫ですか？ああ、まあね。最近どうにも疲れ気味だ。先輩はしばらくぐったりしていた。しかし、不意に姿勢を正す。ねえ、春也くん。はい。急にかしこまって名前を呼ぶので、つられて僕も佇まいを整える。これは、もしもの話なんだけど、仮に私が近々ここを去らねばならないとしたら、君はうまくやっていけそうかい？どうしたんですか、急に。どうもしないけれど、そんなことを考えていたんだよ。昨日家で休んでいる時にさ。私のいない学校で君は一体何をしているんだろうと思っていた。自分でも笑ってしまうんだけど、君が一人でこの部屋にいる様がうまく想像できなかったよ。失礼な話だよね。いや、僕にもうまく想像できないですね。そうか、本人のお墨付きをもらえたならまあよしとしよう。先輩こそやっていけるんですか？先輩、うちの文芸部大好きじゃないですか。そう見える？直感ですけど。じゃあよく当たるんだね、君の勘は。まあなんとかしていくさ。切って切れない関係でもないだろう。私はここに来る前から生きていたんだから。生き方は変わっていくものだと思いますよ。例えばタバコとかアルコールとか。子供の時は全然味を知らなかったはずなのに、大人になって手放せないみたいなことはザラにあると思います。うちの部はそうじゃないんですか？先輩はため息をついた。そして椅子から立ち上がり、窓辺に身を寄せた。僕に背を向けたまま先輩が言う。私も卒業しなくちゃいけない。卒業はまだ先じゃないですか。そうなんだけどね。まあ、ちょっとセンチメンタルになっちゃってね。昨日で解禁が途切れたんだ。部活も学校も。だからちょっと、ね。そうなんだ。
振り返った先輩の顔は困ったように笑っていた。僕の先輩曰くよく当たる直感が告げている。きっとこれは遠回しの別れの挨拶だ。多分だけれど、先輩もまた右往の襲撃を受けて事情を察したんだろう。そして一日考えに考え抜いて、先輩なりに覚悟や決意を固めて、今日この物質へと挑んだんじゃないか。先輩は僕が何も知らないはずだと思い込んでいる。だけれど、それは間違いだ。僕は一切事情を知らないわけじゃない。事件全体のどれほどを占めているかはわからないけれど、少なくとも右往に伝えられた分だけは知っている。先輩？ん？僕は先輩の問いに答えねばならない。先輩が言っていた、僕が先輩なしでやっていけるのかって話なんですが。あ、そうだ。回答をいただけるのかな？僕にはわかる。一見普段通りの先輩だけど、その顔に一抹の不安が兆しているの。はい。先輩がいなくなったら、僕は。え、これは、すごい選択肢だね。うん、どうしようかな、これ。ま、ノーマル寄りな答えが、うん、こっちだと思うんだよね。それでも、生きていきます。どうにかやっていきます。うまくやれるかはわからないですけど、少なくとも生きてはいきますよ。たまには先輩のこととか思い出したりしながら。思い出す？忘れないってことです。先輩がいなくなっても。きっと僕は少なからず先輩のおかげで生きていくんだと思います。僕はそれを忘れません。なんかいいこと言うね。だから心配しないでください。僕は大丈夫ですから。忘れない。先輩はぽつりとつぶやいた。そして困ったように笑っていった。そうか。アルヤ君は強いな。強いですか？強いよ。あ。先輩はわずかに顔をうつむかせて何かを考えているようだった。しかしやがて顔を上げ、先輩は言った。明日の放課後、空いてるかい？僕は返答に窮する。予定自体は入っていないが、僕が何事もなく明日を迎えられるかどうかは怪しいよね。相手はいます。けど、今日を乗り越えられればといったところです。なんだいそれ。課題を溜め込みでもしてるのかい？まあ、そんなとこです。曖昧にごまかした僕に先輩は気づかない。それじゃ、春也くんは今日中に課題を片付けてくれ。私も最近疲れ気味でね。今日はもう帰って休みたい。そしてお互い体調も体勢も万全に整えた上で、駅前にでも出かけようじゃないか。卒業前の思い出作りですか？だいぶ性急な感じもしますが。善は急げと言うだろ？せいてはことを仕損じるとも。急ぎたいのさ。制服を着ていられる時間なんて人生全体から見ればわずかなものさ。先輩はカバンを手に取り、出口に向かって歩き出す。そういうことだから、私はもう行くとするよ。君は？一瞬だけ瞬中し、僕は答える。僕はもう少し残ってます。わかった。それじゃあ、また明日ね。先輩も、今日はゆっくり家で休んでください。もちろん、明日は大切な日になりそうだから。それじゃあと言って、去っていく背中を見送り、僕は深く空気を吸い込む。それから深く吐き出す。もし僕の呼気に色がついていたら、それはひどく濁った暗色をしていただろう。心にもないことばかり言っていた気がする。とりあえず僕は強い人間なんかではない。未だ順応しきれていないこの学校生活で、この物質は確かな僕の居場所だった。そして先輩は僕の主たる話し相手だった。僕がわざわざこの物質に足を運ぶのも、
今日もそこに先輩がいるだろうという予想に基づいてのことだ。そんな相手を失ったら僕は本当に耐えられるのだろうか。わからない。だけれど僕はやっていけると答えるほかなかった。そうでなければ先輩は卒業できない。先輩はもはやきっと元いた場所に帰るほかないのだろう。その時、万が一にも僕が未練になってはいけない。だから隠したのだ。いびつなところは他にもある。卒業前の思い出作りという言葉に、僕たちはお互い間違いなく先日の紫陽花園を思い浮かべた。だけれど、互いに示し合わせたかのように、それをあえて口に出しはしなかった。あれは僕たちの間に空いたほころびのような記憶だから、沈黙のうちに葬ってしまいたかった。そうすれば僕たちの出会いから別れまで、多少ふらついた箇所こそあれど、全体的に瑕疵のない綺麗な線で結ばれる。ウヨウが僕に接近してきたことを知らない先輩はきっとそんなことを考えている。だから僕もそれに同調した。会話を振り返るのは悪い癖だ。僕はカバンを手にする。これは僕の推測ではあるけれど、先輩は明日の放課後、僕との外出を最後に元の世界へ帰ろうとしている。僕はその旨を今夜、ウヨウに伝える。先輩を連れ帰りに来たウヨウは、わざわざ先輩を罠にはめる手間が省ける。和解だ。なるほど。ひとまずこれで一件落着するんじゃないか。すべてが収まるべきところに収まった。いい話の筋が出来上がったのではないだろうか。これに不満を漏らす奴なんて誰もいない。そう、誰も。物質を背にしながら、そういえばと僕は思い出す。僕が先輩なしでやっていけるのかって、そういう先輩はどうなんですか？うちの文芸部を出てって大丈夫なんですか？私も卒業しなければならない。答えになっていない。違う。そもそも答えていない。いや、答えていないこと自体がアンサーだ。足が止まる。けれど、また歩き出す。僕は先輩なしでもやっていけると答えた。その回答に合わせて僕たちは動き出した。僕が回答を決めたのではなくて、あの時の回答がこれからの僕を決めるのだ。僕たちは綺麗に終わる。今夜の雨がそのための最後の関門だ。